よし、あたいも急いで新曲作りに集中しないとな。もう夢が一つ叶ったばかりなのに、また新たな目標を見つけたのですか？あんただってそうだろ。どうせ新しい劇の名前もすでに考えてあるくせに。やはり私のことを一番知ってるのは信縁さんですね。都仙宝仙というのはいかがですか？おお、臨場感が半端ないぜ。主題を引き立てる宣伝文も考えました。金天竜音、雲間にとどろくとしましょう。実に素晴らしかった。ああ、雲間から響き渡った音楽を聞いた瞬間、私は立ったまま気絶しそうだった。あれは私からすればある種の魔力、いや戦力と言うべきかな。最後の合奏も非常に心に響く演奏だった。もし舞台上にいなければ泣いてしまっていたかもしれない。素晴らしい、実に素晴らしかった。これからの長期を見据えた計画について相談するために天柱園行幸さんから玉境内に誘われたんだ。全てがうまくいき、これからもこんな風に協力できる機会があることを願っている。その時になればぜひ来てくれ。一番いい席を取っておくから。素晴らしい、実に素晴らしかった。お会いして直接感謝を伝えたぞ。困っている人を助けるのは当たり前のこと。あなたがリーユエコーにもたらした素敵な音楽の方が感謝や祝福に値するものとおっしゃってくださった。もう本当にもったいないお言葉だったよ。それで私もさらに素敵な、この時代にふさわしい音楽を作ろうと決意したんだ。素晴らしい、実に素晴らしかった。今回のことは全部あなたのおかげだ。改めて心からのお礼をさせてくれ。